どうも、ゼラチンです。いきなりなんですが皆さん、ゴジラは何体いると思いますか？今回はゴジラの個体数についてお話ししていきたいと思います。多少ネタバレがあると思うんですけど、ご了承のほどよろしくお願いします。あと間違いがあったら指摘してください。ではまず1体目、初代ゴジラ。僕ですね。こちらは1954年に公開されたゴジラに出てくるゴジラです。水爆実験によって住処を奪われて日本を襲うっていう設定で、身長50メートルの体重2万トン。ちなみに初代ゴジラが現在の東京に現れたら、こんな感じになります。かわいい。ギョロッとした目が印象的で、とにかく怖いんですよね。ここから全ては始まります。そして2体目、こちら。1955年公開、ゴジラの逆襲から1975年公開、メカゴジラの逆襲に出てくるゴジラ。見た目は作品によって様々なんですけど、全て同一個体になります。身長50メートルの体重2万トン。あとこのガバラの映画は子供の夢の中の話っていう設定なので、まあ厳密に言うと別個体になるのかもしれません。もう一つ、これはあくまで説なんですけど、ゴジラ対メガロ以降に出てくるゴジラは、ゴジラの息子的怪獣のミニラが成長した姿っていう説もあるんですよね。理由としては人間に対して攻撃的ではない。あと見た目ですね。目がキョロッとしていて鼻の形なんかも似ているということ。どうですか？ちょっと似てますよね。ただ公式から発表されてないので同一個体とさせていただきました。この2体目の特徴としては、恐怖の怪獣からどんどんヒーロー怪獣になっていくというところですね。コミカルで人間臭い仕草を取るのも特徴で、おそま。そして3体目、1984年公開ゴジラから1995年公開のゴジラ VS デストロイヤーに出てくるゴジラ。こちらも見た目は変わってますが同一個体になります。ちょっと後で説明します。そしてこのゴジラ、1体目の初代ゴジラの世界とは繋がっているんですけど、2体目の世界とは繋がっておりません。こんな感じですね。パラレルワールドです。84年から VS ビオランテまでは身長80メートルの体重5万トン。VS キングギドラからデストロイヤーまでは身長100メートルの体重6万トンと、昭和シリーズと比べてめちゃくちゃでかくなってます。で、ちょっとここでややこしいポイントがあって、VS キングギドラの途中でタイムマシーンの力によって80メートルクラスのゴジラが一回消滅するんですよね。で、新たに100メートルのゴジラが生まれるんですよ。だから厳密に言うと、ここを境に2つに分かれるかもしれないんですけど、今回は1個体でくくらせていただきました。特徴としては VS ビオランテあたりから小顔になって動物的な顔立ちになりました。性格は凶暴かつ獰猛なんですけど、後半になるにつれてこちらが攻撃しない限り必要以上に人間を襲ったりすることもなく、人類にとって敵なんだろうけど、こう映画を見てる方からすればそんな悪くなくねって印象のゴジラです。まあ砕けた言い方をすると、まあ僕が一番好きなゴジラですね。そして4体目、これは迷ったんですけど、 VS デストロイヤーの最後に少し出てくるゴジラ。おそらくゴジラジュニアが成長した姿だと思われます。迷ったんですけど、れっきとしたゴジラだったので入れました。そして5体目、1992年に契約金1億2000万円、年俸720万円で読売巨人に入団、背番号は55、身長188センチ。あ、本当の5体目、1999年公開のゴジラミレニアムに出てくるゴジラ。こちらも初代とは繋がってますが、昭和 VS シリーズとの繋がりはありません。身長55メートルの体重2万5000トン。顔はどこか爬虫類的な顔立ちで、背びれが大きくトゲトゲしているのが特徴的です。やんちゃなゴジラって感じですね。そして6体目、と言いたいんですけど、実は1体目と同じ個体の2000年公開のゴジラメガギラス G 消滅作戦に出てくるゴジラ。こちらは見た目はミレニアムゴジラとほとんど同じなんですけど、1体目の初代ゴジラが死んでいなかった場合っていう設定なんですよね。なので1個体目として扱いますので、ここではカウントしません。本当の6体目、2001年公開のゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃に出てくるゴジラ。こちらもつながりがあるのは初代のみです。身長60メートルの体重3万トン。このゴジラは今までのゴジラとはちょっと違って、太平洋戦争で犠牲になった人々の怨念の集合体っていう概念的な怪獣なんですよね。見た目も白目で恐ろしい風貌していて、歴代で一番凶悪なゴジラかもしれません。次、7体目、2002年公開のゴジラ対メカゴジラ、2003年公開のゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS に出てくるゴジラ。こちらもつながりがあるのは初代のみです。身長55メートルの体重2万5000トン。見た目はミレニアムシリーズのゴジラに似てるんですけど、顔が小顔だったりとか細部にはかなりの違いがあります。次、8体目、2004年に公開されたゴジラファイナルオーズに出てくるゴジラ。これはどの世界とのつながりも明言されておらず、独立していると思われます。身長100メートルの体重6万バーサスシリーズと同じですね。見た目は小顔でシャープスタイリッシュなゴジラになって、撃ってよし格闘してよしの歴代最強の呼び声が高いゴジラです。個人的には結構好きなゴジラです。
そして9体目、2016年に公開されたシン・ゴジラに出てくるゴジラ。こちらもどの世界ともつながっておりません。このゴジラの特徴は何といっても形態を変えて進化するというところですね。第1形態、第2形態、第3形態、第4形態、第5形態？第4形態のゴジラはこれまでで一番巨大な 118.5 メートルの9万2000トン。全身は皮膚で焼けただれていて、筋繊維がむき出しになったような形の皮膚なんですけど、表面はカッチカチなんですよね。醸し出す雰囲気はどこか初代ゴジラを連想させます。ヤシ折り作戦が失敗していたら、どこまで進化していたのかわからない恐怖のゴジラです。そして10体目、2017年に公開されたゴジラ怪獣惑星に出てくるゴジラ、通称アニゴジ。ダガーラとかオルガは出てくるんですけど、一応他のゴジラ映画とのつながりはありません。まあネタバレになりますが、実は2体存在するんですよね。フィリウスとアース。フィリウスは50メートルの1万トン。アースは最終的に身長300メートル以上、体重10万トン以上と歴代最大のゴジラとなっています。起源が植物という点も今までとは全く違うポイントですね。歴代最強かも。11体目、1998年に公開されたガズイラに出てくるゴジラ。実は大怪獣総攻撃の冒頭でこのゴジラらしき存在が触れられてるんですよね。なのでもしかしたらここはね繋がってるのかもしれません。身長は60メートル、体重50トン。軽いなお前。特徴としてはやっぱマグロ食ってるのはダメだな。12体目、2014年に公開されたゴジラに出てくるゴジラ。どの世界とも繋がりはありません。身長108メートルの体重9万トン。このゴジラは太古に生息していた怪獣が地球の奥深くに隠れていたんだけど、核実験などの影響で覚醒して地上に現れたっていう設定で、初代ゴジラとちょっと設定は近いものがありますね。見た目は、おデブちゃん。はい、ということで今回はゴジラの個体数について話してきましたが、結果ゴジラは少なくとも12体はいるということですね。で、大きさを比較した画像があるんですけど、はい、新ゴジラめちゃくちゃでかいですよね。初代ゴジラがめちゃくちゃちっちゃく見えますもんね。あ、忘れてました。はい、アニゴジでかすぎだろ。アニゴジからしたら新ゴジも初代ゴジも同じような感じですよね。こりゃ最強と言われてもね、おかしくないな。まあね、こう様々な世界があって、映画を見る方としては見やすいですよね。昭和を先に見なくても、バーサスシリーズとかミレニアムシリーズを先に見ても大丈夫じゃないですか。そういう点でなんか初心者にも優しいのかなと思ってます。まあこの中で一番好きなゴジラはね、僕の中で決められないけど、やっぱ総進撃のゴジラ、バーニングゴジラ、そしてファイナルオーズかな、今のところ。皆さんはどのゴジラが好きですか？はい、そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ評価もよろしくお願いします。まあね、お気づきの方いると思うんですけどね、これ音声別撮りなので、画面の中の僕はジェスチャーしてるだけっていうね。改めて見ると悲しい。まあ何してもいいんですよ。だからどっか行って。皆さんが知りたいゴジラのことなんかをね、コメントしていただけるとありがたいです。まあ僕もまだまだにわかなんですけど、一緒にね、疑問を解決していければなと思ってます。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。いやでも関係ないけど、松井秀喜さんね、現役復帰ちょっと見てみたいんだけど、できるでしょまだ。ちなみに松井選手の大根演技が見たい方は、ミレニアムシリーズのゴジラ対メカゴジラを見てください。